マリアヒタは、ブラジルサンパウロ出身の MPB 歌手。ラテングラミー賞やブラジルのプレミオムルチ賞ジムジカ、ブラジレーラなどの音楽賞で多数受賞の実績を持つ。英語読みで、マリアリタと表記されることもある。ピアニストアレンジャーのセザール・カマルゴ・マリアーノと、歌手エリス・レジーナの娘として出生。本名は、マリアヒタ・カマルゴ・マリアーノ。ミュージシャンとして活動しているペドロ・マリアノは、 実景、音楽プロデューサーのジョアン・マルセロ・ボスコリはイフに当たる。名前の由来は、両親が家族ぐるみで信仰があったヒタリーにちなんでつけられたものであり、本人も歌手になるという夢を14歳の頃から持っていた。幼い頃に母親のレジーナを亡くし、青春期は父親とアメリカで暮らしていた。ニューヨーク大学でラテンアメリカ学と、 社会コミュニケーション論を学び、卒業後は、ジャーナリストとして、青少年向けの雑誌に関わっていた。その後、24歳で、プロの歌手として活動するようになり、1枚目のセルフタイトルアルバム、マリアリタを発表。ブラジル国内で50万枚を売り上げて、プラチナディスクとなり、国外でもヒットして、注目のデビュー作となった。2004年のラテングラミー賞では、 総合部門において最優秀新人賞、A フェスタで最優秀、ポルトガル語歌曲賞、さらにアルバム、マリアリタが最優秀、MPB アルバム賞となり3冠を受賞した。2枚目のアルバム、セグンドは2006年の同賞で最優秀、MPB アルバム賞となり、さらにホドリゴ・マラニャンの作曲による、収録曲、カミーニョ・ダス・アグアスも、最優秀ブラジル歌曲賞を受賞した。 またこのアルバムを引っ下げて、モントルージャズフェスティバル、ノースシージャズフェスティバルや、サンフランシスコジャズフェスティバルへの参加など50以上の国外公演を観光し、好評を持って迎えられた。2008年には、BBC が主催する、ワールドミュージックのショー、BBC ラジオ3アワーズフォーワールドミュージックにノミネートされた。同年は6月28日に初めてロンドンでの、 公演を開催したほか、11月に日本公演も行った。ブラジル屈指の女性歌手であった母親、レジーナの名声は、ヒタの人生に大きな影響を及ぼしており、偉大な歌手の娘であるということは常に意識していると、自ら語ってもいるが、2012年のライブアルバム、レイデスコブリアーでようやく、レジーナの曲を取り上げるまで、母親が歌って、 有名になった曲を自ら歌うことは、あえてしてこなかった。デビューも、レジーナの娘ということを伏せて、独力で勝ち取ったものである。一方で、エラ・フィッツ・ジェラルドなどの歌手を参考にしつつ彼女自身が、作り上げたジャジーなボーカルスタイルによって、母親のレジーナとは一線を画している。他アーティストとの共演としては、ミルトン・ナシメントのアルバム、ピーターに、 マリア・ヒタ・マリアーの名義で参加し、収録曲、トリステスで、ナシメントとデュエットしている。この曲は2003年のラテングラミー賞最優秀、ブラジル歌曲賞を受賞した。ナシメントからは、アルバム、マリア・リタの1曲目、エーフェスタの提供を受けている。なお、ナシメントは、ヒタの母親であるレジーナがその楽曲を取り上げたことで、注目され、その後、 MPB の応御書となったという経緯があり、人とも朝からぬ縁がある。また、2004年のグラミー賞受賞者である、ウルグアイ出身の歌手、ホルヘドレクスレルが2006年に発表した、アルバム、12世イグンドースでオスクリードットでは、収録曲、ソレガードでデュエットした。彼女は、ブラジルのラップヒップホップグループであるお葉っぱの、大ファンであり、彼らのライブに、 亀を出演したことがある。ありがとうございます。